こんにちは、フェイカルのラッシュです。本日は物価40点紹介いたします。本日上がり40点ですが、明日12月4日21時の計算になりますのでよろしくお願いします。商品のご購入お問い合わせはウェブストアにてよろしくお願いします。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。それでは早速 TS マーカーで紹介いたします。こちらチャンピオンの、トリコタグ XL ですね。8812ボディです。で無地の、ボディですね。 V ネックのやつが人気ですが、僕こっちの方が使い勝手が良くていいと思うんですけど、サイズが XL なので僕が緩く切れる程度かと思います。こちらで7800円消費となります。続きましてハーバード、こちらも、80s のトリコタグ8812ボディの XL です。じゃあハーバードの染み込みですね。バックは、無地でコンディションも非常にいいと思います。こちらもサイズが XL なので僕で緩めに切れるかと思います。こちらで7800円消費税になります。続きましてこちらもですね、8812ボディのサイズ L トリコタグですね。こちらラバープリントになります。3段プリントですね。でバックにもこちら書いてますね。いいプリントだと思います。コンディションも非常にですね、サイズが L、まあ、僕が身長169センチですがこちらぐらいになります。こちらで7800円消費税になります。続いても、今回チャンピオン T シャツ多めですね。こちら 80s ボディのトリコタグ、こちらも8812。じゃあ黒ラバーですね。三段プリントで非常にいいプリントかと思います。アーチがかってますね。バックはなしです。こちらにちょっと下、まあ、シミがありますが目立たない程度かなと思います。こちらも緩く切れる程度です。こちらで7800円に消費税になります。続いてこちらも、チャンピオンのこちら WXL の8812のシーラー染み込みですねの3段プリント、バックはなしです。 WXL なので非常に大きく切れるかと思います。上手ですね。ちょっと大丈夫です。こちら非常にコンディションはいいと思います。こちらで7800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオン T シャツのリバーシブルタイプ、こちらですね、ランタグがつきます。サイズ M ですね。で3段プリントのバックはなしです。こちらも古いチャンピオンティーのリバーシブなども本当数見なくなってきてますね。でコンディションにちょっとシミ汚れなどありますが、まあ、普段から古着慣れしている方であればそこまで気にならない程度かと思います。サイズが僕でジャストぐらいかと思いますね。こちらで15800円に消費税になります。チャンピオンティーン、こちらバータグですね。サイズ L で4段プリントの黒ボディですね。こちら珍しいかと思います。ほぼ水通ってないと思いますね。サイズは僕でジャストぐらいですね、まあ、バータグのサイズ L なのでちょっとサイズは小さめに作られてる感じがします。こちらで7800円に消費税になります。続いてイエール、まあ、ですが、まあ、サイズ L の、まあ、ボーイズですね。で8812ボディのイエールですね、まあ、非常に人気ですね。値段もどんどん上がってきました、このイエール。ただ、まあ、ボーイズなので値段はまだお休みかと思います。まあ、サイズボーイズですが僕でジャストくらいで着れるので全然合う方も多いんじゃないでしょうか。まあ、こちらで15800円に消費税になります。まだまだ買いやすいかと思います。続いて、スヌーピーの、すいません、スヌーピーのチャンピオン、サイズが L、 5050ボディですね。でこちらのラバープリントでバックはなしです。水通ってないですね。タグの感じといい、ボディの感じといい、まあ、サイズが L ですが僕で結構大きめに切れますね。こちらで9800円、デッドストックです。こちらチャンピオンの、続きまして、バータグサイズ L でこちら、まあ、黒ボディにちょっとなんかアイロンプリントっぽい、まあ、ちょっと剥がれかけたりしてますが、こちらフェルトですね。プリンスって書いてます。でところどころ小穴が
ございますね。バータグの、まあ、黒ボディとかって本当チャンピオンだったってどんどん見なくなってきてるので、お好きな方はぜひ。ちょっとサイズは非常に小さめですがお好きな方はぜひ。こちらで6800円に消費税になります。続いてナイキのレギンタグですね。ナインティーズのものになります。アメリカ製で、フロントにプリント、バックにジョーダンといますね。非常にいいプリントかと思います。まあナイキなので身幅も大きく緩めに切れますね。お好きな方も多いんじゃないでしょうか。こちらで6800円に消費税になります。ここら辺はまだお休みかと思います。続きましてシャツのご紹介ですね。じゃあビッグマックの、まあ、サイズが 17ハーフひっこりですね。まあ、80年代くらいかと思います。まあ、コンディションも袖等も、まあ、割れたり破れもなくて非常にコンディションはいいと思いますね。まあ、ここら辺の大きいサイズを緩めに真っ直ぐ切るのがいいんじゃないでしょうか。うん、非常に使い勝手いいと思います。こちらで7800円に消費税になります。続いてラルフローレンですね。じゃあしっかりアメリカ製のものになります。まあ、デニムシャツですかね。こちらサイズ L で、まあ、ラルフも結構大きめで作られているので、でも緩めに着られていいんじゃないでしょうか。こちらで7800円に消費税になります。続いて、リーバイスのデニムシャツですね。まあ、タグ 70s ぐらいの XL でオレンジタブがつきますね。この刻印がやっぱいいですよね。なんか非常にいいと思います。まあ、コンディションですが、ここにちょっとシミだったり、あとはまあ汗ぐらいですかね。コンディションはそんなに気にならない程度だと思います。でラウンドというよりはボックスタイプ、珍しいかなって気がしますけど、サイズも僕で緩めに着れる程度かと思います。まあ、XL が出てこないですよね。まあ、ラウンドタイプもそうですけど珍しいと思います。こちらで 12,800 円に消費税になります。続きましてベストのご紹介からしますね。フィルソンのベストで、サイズが44の、まあ、オールウールですね。まあ、コンディション非常にいいです。ボタンも完品でついてまして、まあ、こちらも穴などもなく非常にいいと思います。まあ、サイズ L なので、僕でちょっと大きめですが、サイズ長くてもぜひ。この辺のフィルソンのベストって意外とアメリカでも高いんですよね。ただまあそんなにうちは高くないと思います。こちらで7800円に消費税になります。続いてこちらもフィルソンのベスト、まあ、さっきのベストよりも一発新しいですかね。サイズ38で、こちらもウールですね。でボタンもしっかりついてて、まあ、こちらも状態は非常にいいです。まあ、これのフィルソンのベストとかは状態のいいものしか取らないので、状態等はご安心かと思います。サイズ38なので、僕でジャストぐらいですかね。まあ、ブラウンっぽい感じです。こちらで7800円に消費税になります。続いてこちらもフィルソンですね。こちらはさっきのと違って、まあ、シャモアっぽい素材ですかね。こちらもボタンがしっかりついてて状態も非常にいいと思います。まあ、サイズ38ぐらいですかね。でジャストぐらいかなという気がします。こちらも7800円に消費税になります。続いてダウンベストですね。こちらサイズが L のアメリカ製の、まあ、大体80年代頃だと思います。まあ、フォードもしっかりついてお好きな方も多いんじゃないですかね。状態も非常にいいです。サイズ L なので、まあ、これだと僕だとちょっと夢に切れるくらいかなと思います。こちらで7800円に消費税になります。続いてレトロエキックスのベストですね。でこちらサイズが L でこちらなんですけど99年書いてますね。ただこのもう水通ってないぐらい非常に髪の素材も良くてコンディションも非常にいいです。お探しの方も多いんじゃないですか。まあ、サイズ L なので僕でも緩めに切れていいと思います。こちらが結構お安めですね。19,800円に消費税になります。
続きましてスウェットのご紹介です。チャンピオンのスウェットですね、まあ、こちらサイズ L のアメリカ製90年代頃かと思います。まあ、スクリプトロゴもなくて、無地ですね。ただこれ一見ワントーンに見えるんですけどもツートーンになってまして珍しいですね。袖も変わってます。ここもツートーンになってて、まあ分かりにくいんですけど、まあ分かる人には分かるって感じですかね。コンディションちょっとシミとありますけど、その分ちょっとプライスも控えめにはなってます。サイズ L なので、まあ、身幅があっていいんじゃないでしょうか。こちらで7800円に消費税です。こちらおすすめです。続いてリバースウィーブ、こちらが90年代のサイズ L アメリカ製ですね。でラバープリント一段プリントです。バックはなし、もう定番ですね。まあ、コンディションも目立った、まあここら辺にちょっと穴等がありますけど、まあ、そこまで気にならないかなっていう感じではあります。まあ、サイズ 90s のサイズ L なのでここでも緩く切れます。こちらで 19,800 円に消費税になります。続いてもリバースウィーブですね。 80s ボディのサイズ XL の、まあ、3段プリントでバックはなし、まあ、袖にもプリントが入って非常にいいですね。サイズ XL なので緩めに切れる方が多いと思います。こちらで 15,800 円に消費税になります。続いてこちらは90年代のタグですね。サイズ XL の3段プリント状態も非常にいいと思います。まあこれちょっと遠目で見るとシミとかちょっとあるかなって感じですけど、バックはなしです。90年代のサイズ XL なので結構着丈が長めですね。こちらで 17,800 円に消費税になります。続いて、単色ですね。赤の単色、まあ、サイズが M ですね。まあ、下にバーがつかないので初期ではないですが、ちょっとコンディションが、まあ、小穴等ありますが、まあ、この汗具合とマッチして非常にいいんじゃないですかね。やっぱ古い年代特有かなとは思います。で3段プリント入って、まあ、ここにちょっと袖にもダメージがありますが、うん、まあ、そこまで古着慣れしている方であれば気にならないかなと思います。まあ、サイズ M なので、まあ、特有で、まあ、ぴったりめというか、まあ、ちょっと緩めで着れるぐらいかなと思います。まあ、やっぱなかなかもう 見かけなくなりましたね。単色もそうですけど、まあ、値段が非常に上がった気がします。やっぱりこちらで 49,800 円に消費税になります。続いても単色ですが、こちらパーカーになります。ダウン単色ですね。サイズ M で3段の染み込みですね。うん、まあ、やっぱもうここら辺はっていう感じですよね。コンディションも非常にいいと思います。いうことなしです。サイズが M なのでサイズがこのような感じですね。3段プリントの染み込み単色、こちらで 59,800 円に消費税になります。続きましてそのご紹介からします。でニューバランスの3040ですね。メンズの3040で、US で9ハーフですね。日本で2040というニューバランスの、まあ、通気性とかその機能性を重視したハイグレードなものがリリースされたんですけど、それのアメリカ版の、まあ、アップグレード版ですね。でアメリカでも、まあ、その限られた店舗でしか売ってなくて、非常に、まあ、買い付けられたのも、まあ、そんなに古くはないんですけどいいと思います。でメッシュ素材で、まあ、機能性としても非常にいいかなと思います。ただユーズなのでちょっとソールの減りや、まあ、汚れなどありますが、値段としては非常にお安いんじゃないですかね。こちらで 12,800 円になります。続きましてコンバースの、まあ、90年代ですねのデッドストックになります。こちら箱付きです。ホワイトのものになりますね。でサイズが10ですね。でまあインジがもちろん入ってて、でかかともヘリ全くなしです。もうデッドストックですね。まあ、ここら辺も実際アメリカでデッドストックを入荷ってなった時にいいサイズって本当にもうないので、まあ、サイズがまあ US9 から US10
っていうのは本当仕入れることが難しくなってきました。こちらで、25,800円、お好きな方はぜひ。続きましてジャケットのご紹介ですね。ナイキのウィンドランナーおなじみですね。そしてコンタグの XL でツートーンになってますね。で結構ナイキ そのウィンドランナーとか、まあ、ナイロンタイプはコンディションが悪いものが多いので、まあ、ジップとかもちゃんと起動しますし、でおしゃれリブもしっかりしてます。コンディション非常にいいと思います。この色も珍しいですね。まあ、赤とグレーだったり結構紺とグレーだったりっていうのが多いので、まあ、黒をベースにしたものはもう少ないのかなと思います。でこのウィンドランナーが、まあ、サイズが XL ぐらいじゃないと結構小さめになっちゃうので、このぐらいの XL ぐらいの方がちょっと緩めに切れていいのかなと思います。こちらで7800円に消費税になります。続いてリーバイスのこのスポケのタイプになりますが、こちらホワイトですね。タグがちょっと欠損しちゃってますが、しっかりタブもついてて、で白なんですけどコンディションは非常にいいです。まあ、目立った汚れもなく、サイズもやっぱり、まあ、実寸で XL ぐらいあると思うので非常に大きく切れると思います。でどうしてもやっぱりサードタイプだったりすると、まあ、値段が一気に上がってきちゃうので、四つポケタイプの方が実際使い勝手もいいですし、身幅もやっぱりしっかり大きめ取ってあるので着やすいと思いますね。でお値段も比較的お安めかと思います。こちらで 15,800円に消費税になります。続いて M51 ストッパーですね。でサイズが、まあ、薄いですけど、こちらサイズ M でジッパーも起動しますし、まあ、コンディション的にも目立ったリペアとかもないので非常にコンディションいいですね。でこっちにバックにペイントがありますね。やっぱ M51、M65 フィッシュテールもそうですけど、アメリカで見つけたってなった時に結構大きな、ここにリペアだったりとか、まあ、なんか穴が開いてたりとか非常に多いので、コンディションがいいものっていうのがなかなかやっぱり見つけにくくなってきましたね。まあ、日本人で着れるサイズ、サイズ M ぐらいがベストなのか、まあ、サイズ S、まあ、XS、S はもちろんそうですけど、サイズ M までがいいのかなと思います。もう値段もまだお安めかと思います。こちらも非常に高くなってきましたね。こちらで 25,800円に消費税になります。続いてレベル7、すいません。じゃあタグがありますね。でミディアムレギュラー、まあ、コンディションは非常にいいですね。まあ、ここら辺もコンディションにはこだわって厳選して買ってきてます。まあ、サイズミディアムレギュラーですので、まあ、僕で緩めに着れるタイプかなと思います。まあ、こちらここら辺はデッドストックだとやっぱり一発値段が上がっちゃうので、ビユーズドぐらいが逆に買いやすいのかなという気がします。こちらで 19,800円に消費税になります。続いて 11LJ のストームライダーですね。で、タグがついて、まあ、MR がついてて、まあ、サイズ40のアメリカ製で、ピスネームが、まあ、レジスターマークですね。まあ、大体年代的に言うと60年代後半ぐらいかなという気がします。でここに、まあ、穴があってっていう感じですけど、色残りは8割程度ありますね。非常にいいです。まあ、やっぱブランケット付きってのがあって、こちらの当たりが袖の当たりとかも出てきてますよね。で、ワンオンワン LJ って本当に数が少ないので、やっぱり5、リーバイスのサードの559のタイプだったりとかっていうブランケットタイプよりも圧倒的にこちらの方が数は少ないと思います。ただ値段はそこまでやっぱり高くはないので買いやすいのかなという気がしますが、数は本当に少ないですね。こちらで 39,800円に消費税になります。こちらおすすめです。続きましてシャツのビッグヤンクですね。こちらタグがついて、まあ、ダブル A で、なんと山ポケです。やっぱ見ないっすよね。でコンディションも非常にいいです。ウールなんですけど、まあ、ウールも、まあ、普通に山ポケも本当見ないですけど、まあ、ウールも珍しいと思いますね。でもうこれ着丈がやっぱりシャンブレーとかだと長くなっちゃうんですけど、そのウールそこまで長くないので着やすいかなと思います。まあ、このコンディションで山ポケはほんと見ないかと思いますね。こちらで 69,800円に消費税になります。結構お休めかと思います。続きましてパンツのご紹介いたします。リーのパ
コーデュロイですね、まあ、200番のコーデュロイになります。で YKK ジッパーが使われていて、まあ、80年代頃かと思いますね。で、まあ、MR、まあ、このタグは取れてますけど、サイズ表記のグレーをベースにした配色かなと思います。まあ、コンディションも非常にいいですね。まあ、ちょっとここに、まあ、スレなどありますが、そこまで気にならない程度かと思います。レングスもオリジナルです。まあ、実寸で3532なので、僕ではちょっと大きめですが、サイズのある方はぜひ、まあ、ここら辺も使い勝手はいいと思うので、こちらで、7800円に消費税になります。続きましてもリーのコーデュロイですね。ここで200番のコーデュロイ、ネイビーですね。でジッパーが YKK のが使われていて、こちらも紙だけ取れちゃってますけど、バッジと、まあ、MR 表記しっかりついてます。まあこちらも大体80年代頃ですね。コンディションも非常にいいですね。まあ、ここにちょっと目立たないぐらいの擦り切れがあります。まあ、ここら辺のコーデュロイとかネイビーとかだと焼けとかがよく目立つんですけど、非常にいいかと思います。まあ、先ほど同様、レングスとウエストが3532、僕はちょっと大きめですが、サイズのある方はぜひ、こちらも同様7800円に消費税になります。続きましてリーのコーデュロイのプリンターですね。こちらにタグがつきます。だいたい70年代頃ですかね、42タロンですね。非常に状態がいいです。レングスももちろんオリジナル。コーデュロイタイプのペインターって意外と数少ないので、しかもただウエストレングスが非常にいいですよね。3430お好きな方は多いんじゃないですかね。こちらで7800円に消費税になります。お安いと思います。続きましてペインターですね。同じペインターですが、こちらは古いタイプになります。でこちらがブルーベルですね。3030で、まあ、タロンジッパー、まあ、50年代頃ですね。まあ、またリペアなどなく、レングスもオリジナルで非常にいいと思います。やっぱまあ定番っちゃ定番ですね、オレンジステッチの。まあ、レングス実寸がちょっと縮んじゃってニッパチニッパチ、まあ、レディースの方でも合わせやすいかなと思います。まあ、ここら辺はまだ値段的にもお安めなのかなっていう気がしますね。こちらで19800円に消費税になります。続いて、これリーバイスの509、これパッチがついてオレンジタグがつきます。でここにちょっとところどころ擦り切れがありまして、まあまたはそんなに大丈夫です。レングスもオリジナルです。509、股上が浅くて、まあ、ちょっとストレートな感じですね。でこの年代でここまで綺麗に当たりがついてるのは珍しいと思います。509自体がなかなか出てこない型番なので、パッチもついてますし、お好きな方はぜひ、まあ、こちら、まあ、実寸ですね、すいません、3232ぐらいなので、ね、まあ、合う方も多いかなと思います。こちらで12800円に消費税になります。続きましてリーのご紹介ですね。まあ、これ古いリーなんですけど、ちょっとタグの方がもう取れちゃってまして、でここまたはここが割れてるところをちょっと補修がしてありまして、まあ、パッと見センター黒か、まあ、サイド黒ちょっと見分けがつかないんですけど、まあ、ただベルトループが、まあ、5本あって、でピスネームにレジスターマークなしで、50年代の、まあ、初期までがここまで袋がつくので、まあ、袋なしの、まあ、ピスネームが、レジスターマークなしということで、センター黒で間違いないのかなという気はします。でジッパーグリッパージッパーが使われてますね。まあ、または股上は、まあ、大丈夫です。そこまで擦り切れともなく、レングスもオリジナルかと思います。で実寸で3332で、リーのやっぱここら辺って当たりがしっかりつけやつとつけやないやつ、まあ、200番とカーボン以外は左側になってて、そこまでいい当たりがつくってものもないので、こんだけ非常にいい当たりが出てるのは珍しいかと思います。まあ、ジェームス・ディーンだったりフィフティーズのモデルが好きな方ぜひ、こちらで79,300円の消費税になります。続いてリーバイスの
で、レザーですね、WX で、先端についてて、まあ、両面タブで、サイズステッチがこの辺ですね。まあ、大体55年ぐらいのモデルかなっていう気がしますが、まあ、もちろん隠しリベットもついてます。で、状態なんですが、まあ、ここに結構叩きのリペアが施されてて、まあ、膝にもリペアが結構見られますね。まあ、レングスは、まあ、多分オリジナルかと思いますが、ちょっとこれも補修が結構なされてます。バックも同様ですね。まあ、叩きのリペアがあって、ここがちょっと目立ちますかね。まあ、当たりのところに叩いてあって、まあ、ただ非常に色落ちはいいです。まあ、蜂の巣だったり、まあ、ヒゲもしっかりあって、まあ、やっぱここまでいい雰囲気が出せるのは WX ならではかなっていう気がします。で、レングスウエストが3130、まあ、やっぱ合う方も多いですよね。ただやっぱここまでリペアがあるので、まあ、リーバイスの WX 自体値段は非常に高くなってますが、まあ、まだレザー付きで、まあ、色残り、まあ、7.5 割ぐらいですかね。にしては、まあ、ちょっとお休みかなと思います。こちらで39万8000円に消費税になります。本日はベルベル人本店の商品を中心に紹介いたしましたが、フェイクアルファの方でも商品の方を掲載してますので、それもチェックしてみてください。本日はありがとうございました。